四大記憶に残るホームラン。四大記憶に残るホームラン、カブレラのあれ、高橋由伸のあれ、柳田のあれ。あと一つは阿部誠幸助のあれ。大谷のあれ。岡田のあれ定期。昨日の T 岡田のホームラン。筒香のあれ。北川のあれ。バレンティンのあれ。村田のあれ。アレックス・ロドリゲスのアレックス・ロドリゲス。カブレラしかわからんわ。柳田のってどれ。柳田のあれって連合受け入り版破壊か。ハムスタスコアボード破壊やろ。速本から打った変態打ちの可能性もあるか。柳田のあれって聞くと、むしろボテボテのサヨナラタイムリー思い浮かぶわ。西野からのサヨナラホームランかと思ったわ。カブレラのあれってどっちやねん。ど真ん中抜けすらやろ。次から次とか言うあれ製造機。高橋由伸のあれがわからん。あとバレンティンのあれ入れろ。開幕戦初回のあれやろ。原のバット投げるあれ。カブレラのあれだけで打線組めそう。ご視聴ありがとうございました。スポーツの話題を取り上げています。チャンネル登録、高評価ぜひお願いします。